はい、アップルの AirPods 使ってるんですけども、これなんせね25,000〜26,000円するんですよ。高いんですよ。でも今回紹介するのはこの Yahoo ショッピングで買ったんですが、今年のね2021年の1月に出たのにもうすでに9割引きになっているというね、恐ろしい商品でございます。日本語音声ガイド、そして今回ね大感謝セール実施中ということで書いてます。これね Bluetooth5.1 でハイハイ、高音質、片耳でも両耳でも使えるワイヤースイヤホンですね。充電器がこういう風になっていて、パーセンテージが出るでしょ。充電中のやつはこうやってね光るんですよ。こうやってこう磁石でこうやってパチッと入りますからね。で右と左入れて聞くわけですけども、これがかなりいいですよ。軽量でね、軽くてね、で耳にスポッてはまって、でここをめくるとね、USB の端子が2つついてるんですよ。で充電するということでね、これ昨日届いたんですけども、もう思ったよりすごくいいですね。このねアップルの AirPods ともうどっこいですよ。でノイズキャンセリングとか、あとはめたままね外の音が聞こえるんで、これ普通音楽聞いてたらもう誰かが話しかけても分かんないじゃないですか。これはねよく分かるんですよ。それこそね自転車に乗りながらこれをはめてるのはどうかと思いますけども、まあ、仮に自転車に乗っていたとしても外の風の音とかが、歩く音とか砂がねジャリッとする音とか鮮明に聞こえるんですごいですよ。だからこれね、これを使うと自分の暮らしの中に BGM がかかってるみたいな感覚になりますよね。で電話と連携することによって、まあ、電話の音がこう聞こえたりね、メールが入りましたみたいな音が聞こえたりするというね、優れものでございます。でかっこいいでしょ。しかもこれ蓋を閉めても上からうっすらとねゲージが出てるというね。でこれ蓋を開けるとこんな感じです、くっきりと。でこれ赤いのは充電してますよって感じです。充電が満タンになるとこれねブルーかグリーンになるんでしょうねきっとね。私ね寝ながら使ってたんで、今もう全然電池がない状態ですけどね、これはとってもいいです。うん、動画概要欄に URL 貼っておきますので、これ2180円でしたよ。で 89% オフでね、あのいろいろとクーポンとか返ってくるんで、おすごいですね。クーポン獲得で1962円で購入可能。あ、これもう一個買おうかな。PayPay で買うとやっぱこう106ポイント、 5% 返ってきたり、同時に T ポイントが42ポイント 2% 返ってきたりしますけども、だから PayPay のお得な時にねまた買えばいいのかなと思いますね。これねプロファイル、充電ケース、イヤホン、なんかいろいろ書いてますけどすごいね。だいたい 4,5 時間使えるそうです。スタンバイ時間が280時間で、イヤホン充電時間が 0.5〜2時間、だから30分ぐらいで充電できちゃうというね。で通話距離が10m〜15m なんで、ここでねリモコンを置いたまま耳に挿してスマホをここに置いといても駐車場でセンサーができちゃうというね、優れものでございます。いやこれ久々にね、 AirPods 以上ですよ。これ26,000円ぐらいするのにすごいですね。やっぱね最近はね、よろしく。